毎日毎日同じことの繰り返し、つまらない人生だ。シッターダ様は立派なものになるでやんす。ジャンナ死ぬまでシッターダ様についていくでやんす。ありがとう。一体王とは何だろう。なあ、ジャンナ、ジャンナは外の世界を見たことがあるかい。シッターダ様は生まれてから一度も国の外に出たことがなかったのです。ジャンナ、外に行ったことあるでやんす。本当か。外はどんな風になってるんだ。それは…チャンナ…チャンナが答えようとしたとき、王様がやってきました。チャンナ、王様に呼ばれたから言ってやんす。外のことは王様に言うんだと言われてるってやんすよ。シッダールカ、明日はお前の誕生日だ。国中の民がお前を祝福する。みんなに愛されてお前は幸せ者だな。はい…あの父上…なんだ。一体国の外はどうなって。明日は早いから今日はもう休みなさい。シッダールカが外の世界のことを聞こうとすると、王様は毎回話をそらすのです。わかりました。シッダールカは家族や民に愛され、城の中で何不自由ない生活を過ごしていました。この日シッダールカは満たされた生活に疑問を抱き、自分のまだ知らない世界を知りたいと強く願ったのです。するとその夜、シッダールカの夢の中でローブを目深にかぶった得体の知れない何かが現れました。ここはシッダールカの夢の世界。シッダールカ、シッダールカ、シッダールカよ、目覚めなさい。誰だ。あなたは外の世界に疑問を抱いていましたね。あなたの知らない世界をお見せしましょう。本当か。早く見せてくれ。シッダールカよ、これからどんなことが起ころうと目を背けてはなりません。それはどういう意味だ。ここは宮殿か。今日見た同じ場所じゃないか。ん？でもなんか変だ。声が聞こえる。シッダールカはバカで王様に甘やかされてるな。あんなやつが王様になったらこの国は滅びるわ。そうじゃそうじゃ。あの者たちは国の民ではないか。私の悪口を。父上はみんなから愛されていると言っていた。それは違うのか。いつも見ていることが真実とは限りません。人は時に嘘や人の悪口を言うのです。でもこれは夢だよな。教えてくれ。人は生きる中で何度も病を患うのです。お願いだ。
に見せれば治療することもできる。しかし今すぐに苦しみを癒すことはできない。あなたもいずれ病の苦しみに侵されるでしょう。こんな世界はもう嫌だ。夢が覚めてくれよ。シッダーザイ、目を背けてはなりません。これがあなたの知りたがっていた真実なのです。私はこんな辛いことや苦しいことを知らず今まで生きてきたというのか。そうです、生きることはとても辛く苦しいことなのです。しかしあなたはもう一つ知らなければならないことがあります。まだあるのか。
そのために身も心も今までの全てを捨てる覚悟はありますか？私はただ助けたい。辛く苦しむ者たちを。それが叶うなら全てを捨てて世の中を救います。よかろう。我が名はブラフマン。シッダールタを導く者だ。ローブを着た者の正体は仏教の守護神であるブラフマーであった。ブラフマー、これから私はどうすればいいのでしょうか？病気になる苦しみ、老いる苦しみ、死ぬ苦しみ、欲するものが手に入らないこと、持っているものを失うこと、争い、奪い合い、裏切られ、いじめられること、これらの苦しみから抜け出してつかむ本当の幸せとは何なのか、それは自分自身で見つけなければならない。さあ行きなさい、シッダールタ。シッダールタは全てを捨てて、全ての人が幸せになれる道を求めて旅に出ました。シッダールタは仏体となる第一歩を踏み出します。そして彼がこれから起こす異能はまだ誰も知りません。皆さん、今がプロジェクションマッピング法要と法話でございました。いかがでございましたでしょうか？ありがとうございます。お経の中ね、お勤めのしているこのお経の中に書かれる内容、大体こういう内容なんですよ。本当は物語になっていたらいい、本当はどうやったら人は楽になれるのか、どうやったら心が安らぐのかという話がたくさん載ってるんですけども、それがね、インドの言葉から中国語には翻訳されたんだけども、中国語から日本語には翻訳されずに日本に入ってきたので、今でも漢語で、ああやってお勤めしているんですよね。ですのでお坊さんというのはね、このお経を読んだ後にお勤めをした後にその内容はどういう風なんだよ、こうなんだよということをお伝えするのが一つの役目なんですけども、まあね、人が話す